ジム244回目でございます。よろしくお願いします。そう、私はスーパーポジティブティーチャー福地でございます。さあ、それでは昨日の動画についたコメント、昨日はですねゼロでした。もらえるように頑張ります。さあ、本日のですねお話は、12月に入ってポジティブ居酒屋もう非常に毎日毎日めちゃくちゃ忙しいです。いやー、本当に感謝なんですけれども、改めて気づくことは、常連様に本当に支えられてるなというのをですね、12月に入ってより再確認できました。うちの店ですね、まあ最近予約も多いんですけど、まあ、フリーで来る方もいらっしゃって、で、前、うちの店で一番来てる常連のお客様が来た時に、常連のお客様が来て、ちょうど満席、だいたい14人ぐらいですね、このお店。その状況で、15分後にまた別のお客さん来た時に、なんと、その、15分前に来てた、その一番の常連の方が、席を譲って帰ったんですよ。はい。で、帰り際に、いや、忙しいの本当にいいよねと、まあ、常連としてはちょっと寂しい部分もあるけど、でもここのお店が流行ってるっていうのは俺らすげえ嬉しいからと、だから、まあ、また今度ゆっくりね来るから頑張れよって言ってくれたんですよ。これのこの言葉って本当思いやりだなと思うし、僕としてはね、申し訳ない、ごめんなさいってめちゃめちゃ思うんですけど、そうやって初めて来た人とか、何回かの人、まあ、遠くから来る人とか、なかなか来れない人に対して席を超一番の常連の人が譲ってくれると。自分は15分しかいないのに、それでも、あ、いいね、俺はもう全然家近いし、またいつでも来れるからさって、またじゃあ、明日でも来るよっていう、その一言が、もうまさにポジティブ居酒屋、思いやりの思いやりがもうその方に本当にあって、もっと別のエピソードもあったんですけど、新規の大体 2回3回ぐらいしか来てないお客様に満席になった時があったんですよ。だその時にその超常連のお客様が来てくれて、で、まあその2、3回の人はその超常連の人が超常連なんて知るわけもなく、あ、じゃあもうちょっと詰めて座ってここの椅子で相席いいですかっていうですね、最近来てくれた方に言ったら、あ、全然いいですよって言って、で、その時にありがとう乾杯っていうのやったんですね。で、ありがとう乾杯の時にその超常連のお客様が言ったのは、まあ、こうやって、来た時に相席で席を出してくれて、そこでいいよって受け入れてくれて本当にありがとうございますって言ってたんですよ、一番の常連の人が。で、周りはそんな一番の常連なんて分かんないから、いや、本当に謙虚の方で素敵な人だなって言ってたんですけど、いや、このね、常にその気持ちを持ってるって、常にそんな自分が超常連っていうのも一切出さずに、そうやって人に対して思いやりできるっていうのは、まさに本当にその人が思いやりの塊だなと、全然僕なんてかなわないと思ってます。そういうですね、常連の方に支えられてこのお店があるというのを、12月になって忙しくなればなるほど本当に再確認最近してます。だからこそこの気持ちというのをですね、しっかりと言葉にしたり姿勢にしたりアクションにしたり、そういうことですね、そういう常連の方々に返していきたいなというのを本当に12月感じておりますというですね、最近の近況、常連のお客様に本当にこの店、そして僕は支えられているというお話をさせていただきました。以上、毎日ポジティブ244回目でございました。ご清聴ありがとうございます。